大型ギガクマで残り11日イエーイ。うまいいよ、あ、いいよ、うわマリトッツォ、はい、ちょ来た、出てみます。今日の日だぜ、はい、何をするのというと、はい、ガチワンワン対決、負けたらユニオンの勝利。どんな一回かと言いますと、はい、これグッパーで相手を決めてガチワンワン対決をしていくんですよ、はい、それで最下位になってしまった方がユニオームを購入するというめちゃくちゃ簡単な企画でございます。めっちゃ簡単や。嫌です、無理です、やりたくないです、だって負けるからね。嫌だ、やりたくないはい、わかるよその気持ち。卓球ドッジボール、すべてその気持ちです。卓球ドッジボールは全人類できるので、バスケは苦手な人がいるのそのお前の PK これ言ったら俺だって PK 苦手だもん。いや毎回ビリケーション言ってますよ。それはメンタル上の問題だな。だからビリがないよ、ビリがタコのだけこれ以上に。ああそうなんだ多分お前が俺かバスケに限っては力の差がありすぎるかなとも思いました。ほえー、なので両端ハンデあげます。ありがとうございます。尺だわいらない尺いらないってだけで欲しいどんなハンデを上げるかって言いますと、はい、これ5点マッチで試合をしていきます、はい、なんですけどね、ユウトとトモに限って俺らと当たった場合2点決めたら勝ちになります。俺ら5点決めないといけないけど、こいつら2点決めたらもう勝ちなんだ。そういうこと。3ポイントだったら一発で勝てる。一発で勝てます。あ、そんな感じのハンデ与えるんで、はい、やった、大丈夫でしょう、どうにかなるでしょう。ありがとうございます。これはありがたいです、うん、本当にありがとうございます。頑張れます。ありがとうございます。もう納得、頑張れます。もう納得。僕たちね、年内50万人という大きな数字を掲げて頑張っておりますので、この動画が面白いと思った方、ぜひともチャンネル登録をお願いします。それでは早速やっていきましょう。せーの、最高。第1期目ハニグッパーとおーい、じゃあ行きます。グッドパーでお伺いしよう。はっ、ハンデか。対戦相手がユウト VS シカヤ、アキト VS コバでやっていきたいと思います。はい、この顔で戦う気ゼロな人俺はだからもういつも通りやって、お前をケチョンケチョンに潰して、お前をケチョンケチョンにしたいと思うよまあ守備は、まあ、ある程度できるかもしれんから。そう、守備うまいから。だからファウルして止めたいと思います。ファウルはダメだよ。頑張ります。はい、色白コンビです。どうも色白コンビです。よいしょ見て、真っ白でしょ。うわ、お前白ちょっと、え、白白光りしてきたの最近。お前、日焼け止め塗りすぎちゃってるから。いやそうなんだよね。でも俺も最近気にしてっから。うわ白いっしょ。もうちょい焼けた方がいいってことで、頑張ってください、チカヤとユウト。それでは、ユウトボーさんとチカヤのワンワンタイスタート。じゃあ、小橋一緒になってっかんな。来いや。マジある、マジある。もったいない。やばい、1週間バスケット生活どこ行ったこういうミスはマジででかいのよ。最低ゼロ。なんのマジで今のはねえ、いやでもまだ水ポイントにも来たから。そうです、まあそうです。ファーストリケガします。おぉやばい。あ、持った。え、ボール、あ、え、ボール、うわぁ惜しい。逆に苦し紛れの時も入ったりするから。うん危ない危ない。2人が後に、もうダメだそんな時は1じゃん
スリー。うわー、うわー、うわー、惜しい。マジか。あー止まった。うまい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 。あー出たー。これはダメだ。これはダメだ。ちょっとさ、NBA でオレンジ色のチームあるか検索しといて。あるよ。ある。うわ惜しい。これは惜しい。あはは、ブロック。お前もう無理だよ。無理無理。2-0。一発あるよ。お前いいね。今のは本当何の何の。みんな気づいてるか分かんないけど、これ決めて3決めたら勝ちなんですよ。僕らポンコツライダーズ。そうなの。そうです。だからマジ常に怖い。3-0。あ、いける、抜けた。惜しい。2月3日火曜日。なんのなんのなんのそれ、なんの気持ちいくね。もう言いたい。おー、やった。おー、おー。さあ、こっちも3で終わりです。うまい、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 うまい。ゆうとも手出したけどね。ただずっとだけどあります。そうなの。ずっとだけどあります。あります。これ一番嫌なのは4点がちゃんと決めていられること。ここからがこのゲームおもろいところ。あるある。やばいやばい、やばいやばい、やばいやばい、やばいやばい。うわっ、うわっ。だって合ってたよ。選挙か。そうそう、まだある、まだまだあります。あ、あーやばい。すごい、やばい。やばい、やばい、終わった。おやー。さあ、スリーがお前の負けだ。やった、条件揃った。スリーで同点。もうここです。もうここです。いった。で、いった。まあ本当に明後日ですな。なんの。俺スラムダンク、あの前回読みました。映画もしっかり見ました。バスケ上手くなってます。ずるっ。ずるかねえ。ずるずるかねえ。じゃあ主人公のポジションはガード。読んでね。知識じゃねえ、技術だこんなん。いや、やろうか。それではアキコマのワンオンワン対決、ベリファイヤー。ああ、外した。つえ、先手必勝だと思ったけど、つえ、危ねえ。
ター3は警戒するよね。焼きそば屋さんですか。あれ、たこ焼き屋さんですか。じゃあ違う。缶の声だ。おいおいおい、よかったな。缶の声でじゃねえよ。言えよ最後まで。向いてない声のバカ。困るよ。あるやばい、マジ使う。うわ、うまっ。うわ、うまっ。あーしーうぜぇ。マジでシュート入んない、俺。おおおお、早い早い。2位もっと優しく。何やぞ。わかんよ、何。すばしっこいんだよな。ああ、どうした。やばい。なんだよ。便座か。便座かい。便座に。そんな勢いつけてもこともない。20。アキトも3で勝ち、3対1。アキトは3ポイントくれましょう。ここは1点くれました勝利です。あーどまい。あー決めた。
ございました。コバ決めたらもう勝ちです。ただ次決めるのは決めるのまでいけるから。そうだ、諦めたのか。あきた、お前勝ちだ。さあ、あー来ない。まだ入るの。もうやだ、疲れた。掃除めっちゃ好きです。もうダメだ、そんな時は。いい、いいです。おお、取った。え、1点決めたら同点、スリーポイントなら勝ちです。頼む、絶対止める、絶対止める。ビリ決勝で負けた方がユニフォーム購入です。あれかー、あれかー、2年前の対決だ。2年前だもんね。やる必要ないやん。3点でいい、いいよ。3ポイントが2点だっけ。スーパーの2点、うん、あの勝つことなんで、趣味が絶対勝ちたいと思います。相手をいたぶってメタメタにすることが趣味なんで頑張りたいと思います。俺いいとやん。それではユウと大コマの自分で言うんかい、ビリ決勝よーい、セッティングオペレーション。あとまで下投げ回るかもしれないから、だから離れる。あ、いいよ、いいよ、冬をつくドリブル。俺の下投げよ。下投げなのね、下投げ。あ、いいよ、あ、いいよ、あ、いいよ。惜しい。いや、コバもあるな。危ねえ、こいつ一本目早っ。体育使わせる作戦だ。絶対そうだ。あるあるある。お、来た来た、落ち着いていけろ。全然疲れてない、こいつ。全然疲れてないですよ。多分疲れてるよ。全然疲れてない。疲れてるよ。膝震えてるから。終わった。ああ、うまーい。どうした、どうした。ちょっと下がったら、じゃあ下から打ってあげよう。おぉ、やられた。あはははは、せいだよ。たぶんだけど、バスケの中で一番難しいのはレイプですよね、皆さん。たぶん。おっと。あはは、復帰ができない。復帰の方法、ぜひコメント欄までお願いします。
お、来たやばい。お、来たやばい。あー、惜しい。決まってるよ、勝利だったのに。いいよ。うまっ。お、おい、おい、うまっ。なんでそれできるのにレイアップできないの。こっちは簡単だもん。え、うまい。お、いいね。え、あー、惜しい。なかなかシュートまでいけない。それはやめたほうがいいな。本当に疲れちゃう。マジでやだ。ギアセカンド使いまーす。ギアセカンド使いまーす。僕らポンコツライダーズ。ギアセカンドですか、これが。これがギアセカンドですか。これはギアセカンドの前のアップです。あぶねえ。いいよ。うわあ、いたー。おー、やったー。レイアップよりいい。まずい。レイアップ時間難しいな。スリー決めれば同点なんだ、5番。いや、そんなことは今どうでもいい。この試合に勝つとこのゲームだから、勝つためのアドバイスだよ今。俺のマーケティングに口が開くな。もういいかも。うまい、うまい。うまい、うまい。しょ。さあ、ゆうとも3で確定勝ち。バスケもおもろいので、どっちかが仕掛けないとずっとこのまま来ると思ったら来ない。いいよ。来るか、え、来るか、え、来るか、え、決まった。うそ、うえっ、うまっ。あとはスリー決められなきゃ感じですか。そうだね。あ、そっか。やばい、スリーだけだ。あとはスリーだけだ。決めなきゃ俺の勝ちだ。準備はいいか。任せろ。買いました、買いました。めっちゃかっこいい動画でいっぱい行きたいと思います。でも負けたの腹立つね。次は絶対に間違えません。待ちません、負けません。今日も見てくれてありがとうございます。明日はなんと復活祭、投票で選ばれたもう一度やってほしい企画をやったよ。せーの、最後。